皆さんこんにちは、PGA ティッチングプロ竹内です。本日は頭の位置、このようにスウェイしてしまって手が両方ともこのように曲がってしまう、このようなスイングを修正していくための、練習ドリルです。頭の位置を、もちろん中心軸はスウェイしないようにこの中心で動いていくというのが確率が一番高い、動きになります。バックスイングをする際に今回やっていただくのは頭の位置を少しこっちに動かす、顎の向きを少しこっちに動かすような意識で、この状態とクラブのこの持っている手ですね、手が引っ張り合うような意識を持ってスイングをしていきます。このような形です。フォロースルーはこの逆です。頭がこちらに残って手が向こうに離される、要は軸と手が引っ張り合うような意識を持ってスイングの練習をしていきます。これを往復で素振りを作っていきます。バックスイング、ダウンスイング、バックスイング、ダウンスイング、なんとなくこの連続で振っていることでこの軸と手の位置っていうのが話し合うような意識が作られて、このスイングっていうのが軸が安定してきます。手の動きに頭がついてしまう、手の動きに頭がついてしまう、このようなスイングだと距離がアップしませんし、距離も安定しません。この頭の位置を極端にこちらに引っ張ってこのようになるのは NG ですが、少し引っ張り合う背中、頭の部分でこっち側に残す、手は向こうに伸ばす、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 伸ばすという意識を持って往復で素振りをしてみてください。振りながらなんとなくこの軸が残って、手が離されている、要は引っ張り合っている感覚がつかめます。これをイメージして、ショットをしていきます。このようにすることでヘッドが加速し、飛距離アップ、方向性安定につながってきます。本日のレッスン、ぜひ試してみてください。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。